カナダの勲章等は、カナダの栄点制度において国家、または地域に多大な貢献をした者、あるいは賞賛されるべき行動をした者に、カナダ国王の名において授与される報章である。イギリスの制度に判を取って1930年代に制定されたが、制度として確立したのは1967年にカナダ独立100周年を記念して、カナダ勲章が制定された時である。 その後、勲章の種類及び範囲が広がり、王族章や未来章、市民章、軍人章や各種の従軍紀章が設けられている。カナダ各州政府には、独自に州の勲章を定めることが許されており、各州に顕著な功績があった住民に授与されている。各州の勲章を受章した者は、国家の勲章を受章した者と同様に、ポストノミナルレターズの使用や、 各自の紋章にサポーターなどを付加することが許される。カナダにおいては、カナダ国王が唯一の名誉の源泉カナダの英典を経営づけ、また新たな英典を定めうるものマイナスとされており、カナダ国王、またはカナダ王族により制定、重要が行われることになっている。実際には、カナダでは国王の地位は総督によって代行されており、総督が国王の名において、 制定、授業を行っている。このため、栄点の運用は、総督皇帝に設置されたチャンセラリー・オブ・オーナーズが行っている。総督はまた、数密院直令を通じて、勲章の序列を定めている。ありがとうございます。